さて、これからのことだが。ナルト。少し考える時間をくれってばよ。お前は今どこにいて何を考えてんだ。あのマダラってやつが言ったことが本当なら、サスケ、お前は、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ、うちはイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だ。んなのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。 We fighting? We're fighting. Okay.Get to fight Goat Tachi. Ouch. Get that out of here. Those weak kunais. Here. Hold this one too. Gotcha. Ultimate Jutsu finish chance. That's all I needed to read. You're gone. He's not gone. You're gone.I'll take my ass, thank you. やるようになった。言っただろ。お前を捕まえればサスケを。だが。剣術。先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする。なんだ。なんでサスケがそんなことするわけないだろう。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでもサスケと木の葉を天秤にかけられるのか。木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。
あの時イタチは何が言いたかったんだ。なんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。Well, I guess we're going back. Now look who it is. Wonder what she has to say. Naruto, Anta ni hanashi ga aru no. さくらちゃん、なんて言ったの。だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただもう目が覚めただけ。確かに前の私はサスケ君のことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりもの中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケ君を追うのやめない。サスケ君は私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの。私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけじゃな。自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる。 Damn。 何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は もし仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケを連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん。これで良かったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。なんだ。これからすぐにサスケ君を探す。協力して。第2章、終結の第7版。さくらちゃん、一体どうしたんだよ。She tried, dude.お前さっきさくらちゃんと一緒に分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと。おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたな。ここに来る前、木の葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を決めたってんだ。サスケをこの葉の手で処理する。
君の同期メンバー全員がそのつもりで動く。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得したのか。さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにそんなこと。サスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木の葉の忍びたちは暁に加担するサスケを容認できなくなった。サクラはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ君を連れ戻して。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。あの時の。それでも君はサスケを助けたいと言った。だから本当のことを言えなかったんだと思う。君に本当のことを言うのは、実はサクラに口止めされてたんだ。自分が伝えるって言ってね。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。サクラは一体どうするつもりだ。ここからは僕の想像ですが、おそらくサクラは一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ、サクラちゃんが。そんなこと。サクラちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。その方法が、大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト。このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。さて、どうしたものか。高校にいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないことがある。五影階段で何があったか全て話す。忍び忍んで忍び泣き、いや違うな、もっとこう拳だな、拳。忍び忍んで忍び泣き。ようやく里から抜け出せたっつうのに、何のんきにラップかましてやがる。Was that even rap? ここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜ。それくらい分かってんだろ。捕まったと見せて、それは擬態。今頃内葉は緊急事態。なかなかの案だったぜ。身代わり暗夜の作戦。せっかく掴んだ自由だ。くだらねえラップを練習するよりもっと他のことに使えよ。 No! ハッツ、これはラップと演歌の最強合体、新開発の常年合作だよ。いや、そんなこと聞いてねえし、俺が言いたいのはもっと有効に。演歌ラップこそ思考重ねて、これこそ最高。ウィー
もういい。まあ見てろよハッツァンよ、すぐに有名なメジャーデビューってもんよ。っていうか B、 お前気づいてんのか、何か厄介な奴が近づいてるぞ。優先すべきは演歌の修行、優秀優越目指すぜ最強。忍び忍ね、まさか化け物風情が歌の練習とは。誰だん誰だんじゃねえよ、言っただろ、厄介な奴が近づいてるってよ。あ、そっか。ずいぶんと探しましたよ、ハチビ。お前、その服は確か暁とか言ったが。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね、美味しそうなチャクラを嗅ぎつけたみたいで。悪いですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。何、命までは取りません。はっ、本来なら修行2000年だけど、お前のお邪魔、俺様懸念。修行で少々時間かかるがしょうがない、すぐに消滅させようか。消滅するのはあなたの方ですがね。格段の差ってのを教えてやるよ。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。お前を星垣キサメ、以後お見知りおきよ。星垣キサメね、あ、オッケー。タコに食われてすぐ KO。 戦闘開始。最強王様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。 Oh, he's here to play。I don't have any. Get away from me. A little bit closer. Gotcha. Was that actually because...Was that actually because I used the ultimate? He said that? If so, that's pretty sick. Dude, he does not let me get a full combo. Behind you. What was that? What is that?Let's end it with some flair. Oh. Get those out of here, dude. Yo. He's gaming. Oh, I can awaken? Yo, that's a pretty sick ninjutsu. Light hack? S? Questionable. Questionable.まあいいでしょう、どうせ時間切れ。あの方に気づかれてしまいました。あの方、何か気になることを言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のもの。そうやって悠長にラップかませるのも今だけだぜ。どういうことだよハッツァンよ。ようやく見つけたぞ。
んでここが分かった。説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でも分かるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろ。お前というやつは一人でちょろちょろしやって、お仕置きのアイアンキャラだ。ブラザーストップ。雲のトップが大人じゃねえ。運動無用。聞きたいよ。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな、ナルト。カカシ先輩、これから僕らはどうします？何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。サスケに近づけさせないように何とか手を打ってみますが。すぐに俺も行く。サイ、案内を頼む。俺も行くってばよ。お前はここで待ってろ。ここからは俺の役目だ。でも今のお前とサクラが顔を合わせてことが穏やかに収まるとは到底思えないよ。ヤマト、あとは頼んだよ。カカシ先生！おっと。悪いけど、頭が冷えるまでじっとしてもらうよ。サスケの匂いで間違いねえ。このまままっすぐ行けばぶつかるぜ。いよいよですね。行きましょう。おっす。およ。Wow, look at this view. Ain't it pretty? Ain't that pretty?ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ。サクラ、君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。え？今手にしているそれを使って
僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。さくらは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体、最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ。ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに一対三では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。サイ、あんたが何を言っても私の意志は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。Lee and Kiba as backup. What? Lee. I'm sorry, Lee. I called him in just to get hit a bunch. Damn. Hold this. Well, you tried. Yikes.What? Wow, that knocked me super far. Okay, okay, fine. He dodged it? Dodge this one. And this one. And this one. Oh, I don't have no chakra. Wait a minute, dude. How did I get a C for that one, but an S for that other fight? What? まさかキバやリーさんことカカシ先生、すみません。久しぶりだな団蔵。ウチハの事件以来だな。ウチハ、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば、お前を捕獲した後、存分にできる。なるほど。まだら。奴の能力は未知だ。用心しろ。君がこの先に。It's nice to see green again. Oh, okay. Took three steps. I appreciate that you automatically pick it up once you run through it.
前をそんなにしたやつは。トンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ。サスケ君、さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番と行くか。ウチハ、サスケか。サスケ、お前は下がっている。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木ノ葉上層部の命令で、ウチハイたちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ！あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。いたちだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木ノ葉に対する裏切り。 He's pissed. それ以上イタチを語るな。 Talk to him. Let me at him.End it with an ultimate jutsu for the bonus. Where you going, dude? Oh shit, he reversed it. Well, that was huge.Oh, I couldn't get there in time. He just runs up to me and charges. I think not. Dude, imagine that connected.Oh, you think you're safe over there, huh? Oh. Dude, get away from me. I have a bonus condition to meet. Aha! Jeez.
が目で語る戦いだ。無茶をなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使う。 I hate his arm. Looks gross. この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。兄さん、まずは一人目だ。うちはカリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。サスケ、団蔵から離れろ。私は火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる駒、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うな、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。